ジャル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 はい、もしもし。あ、もしもし。はい、どちら様でしょうか。エロムービー見てました。はい、あ、今エロムービー見てましたか。あ、僕です、僕です。あの、隣に住んでるものなんですけど、あの、先日はすいません、お邪魔しました。すいません、あの、電話番号はどちらから。あ、いや、あの、エロムービーの声が聞こえたんで、またちょっとお伺いしようと思ってインターホンを押したんですけど、あの、出てこなかったので。でも確実にエロムービーの声が聞こえたから、家にいてるのは分かってたんで、ちょっとあの、管理会社の方に問い合わせて、はい、電話番号聞かせていただきました。管理会社、電話番号教えてくれるんですかね。あ、はい、事情を説明して。どうやって。あ、いや、あの、騒音問題ということで、はい、どうしても隣人と話がしたいということで。その騒音の、はい、あ、あの、エロムービー見てましたか、今。それは管理会社には伝えたんですか。あ、いえ、管理会社には、はい、あの、騒音問題です。いや、管理会社にエロムービーとか言わないですよ。でも聞こえてきたんで、あの、ちょうど多分見てらっしゃったの、壁が、壁挟んですぐ僕の、あの、寝室なんで、はい、すごくよく聞こえるんですよね。あ、あの、見てましたか。多分管理会社からこっちに連絡来るのが正しいのかなっていう気がして、その管理会社が、その、あの、あなた様に電話番号、はい、僕の電話番号を教えるのはちょっと違うのではないか、違う方法で電話番号に入手したんじゃないかなとは思ってるんですけども。とりあえず、じゃあ、あの、 お伺いしていいですか、今から。あ、いや、あの、困ります。今家行ってますよね。あ、すいません、今家行ってなくて。出先で。え、じゃあなんでエロムービーの声聞こえたんやろ。 あ、誰かいるんですか。あ、いえいえ、あの、一人暮らしですよ。あ、僕すいません、ちょっと、家のテレビ今つけっぱなしで、はい、え、今は聞こえないですよ。なんかうっすらね、そこの電話の声は聞こえるんですよ。家行ってますよね、今。ああ、そういうことか。あ、家、今そういう、家行ってますよ。あ、ごめんなさい、間違って伝わってた。あ、よかった。で、家でエロムービー見てましたよね。いや、あの、映画見てまして、今ちょうど。はい。え、何の映画ですか。もうそれは何でもいい。エロいシーンがある映画。あの、じゃあ、ちょっと音量大きかったですね、すいません、失礼いたしました。いやいや、ちょっと待ってください。何の映画か教えてください。じゃあ、今僕がさっき壁越しに聞いた声が入ってるかどうか確認したいので。あの、ごめんなさい、これって、はい、音量下げてくださいっていう電話ですよね。あ、違います。何ですか。じゃあ、いや、エロムービー見てたんかなと思って。それはなんでこっち言わないとダメなんですか。え、エロムービーの声が聞こえてきたんで。はい。いや、 あなたもエロムービー見ますよね。あ、あの、僕が聞いた声がエロムービーやなと思ったんで、それが正しいかどうか確認したいんですよね。感覚が鈍りたくないから。あなたもエロムービー見ますよね。その映画教えてもらっていいですか。その僕が聞いた声が入ってる。 あなたはエロムービー見てるんですね。だからそういう音に過敏なんですね。その声がエロムービーっていう判断が間違ってたとしたら、僕の感覚が鈍ってるってことなんで。あ、だったら違います。え、何見てました。何だっていいじゃないですか。え、でも映画、映画ですよね。はい。エロい映画ですか。いや、違います。何だっていいじゃないですか。その、言う必要ないじゃないですか。もうやめてきてください、こんな電話。もう切りますよ。 お伺いしていいですか。いや、一応ごめんなさい、あの、僕の感覚が。え、管理会社にそう思うんですよ。僕の携帯電話教えてくれたんですか。あ、はい、教えてくれました。切実にお願いしたら。何分ぐらいの電話で教えてくれたんですか。確認しますね。7分29秒です。じゃあ粘ってるやん。エロムービーじゃなかったら何の映画か教えてもらっていいですか。何だっていいじゃないですか。いや、だから僕の感覚が鈍ってたら嫌なんで。知りませんよ、そんな。あんたも関係ないでしょ、それは。とにかくエロムービーは見てません。失礼します。ちょっと待ってください。その映画の名前だけでも教えてください。確認したいので、そのシーンがあるかどうか。いや、もう、いや、ボクシング映画ですよ。
ボクシング映画、はい、なんていう映画ですか。なんだっていいじゃないですか、そんなの。教えてください、すいません。なんだっていいじゃないですか。そこちょっと照らし合わせたいので、今耳にこびりついてるんですよ、さっきのエロムービーの声が。それがエロムービーの声じゃないとしたらごめんなさい、ちょっと映画と照らし合わせたいんでお願いします。暴れ者です。暴れ者、ちょっと調べますね。いや、あ、え、暴れ者っていうボクシング映画ですよね。調べますね。いや、え、ないじゃないですか、そんなボクシング映画。やっぱりエロムービーやん、合ってるやん。いやいや、エロムービー見てましたよね。いやいや、タイトル言いたくないだけで、ボクシング映画、多分その殴ってるうっっていう音が、多分その俳優さんの方の声に聞こえただけだと思います。いや、そのボクシング系の声じゃなかったですよ、全然。完全にエロムービーの声やってんけどな。いや、F1 の映画やったんですよ、すいません。まあ、そういうことか。 F1? はい。あ、車の音ってことですか。キーとか言うんで。キー、あ、じゃあ一応タイトル教えてもらっていいですかね。いや、もうそれなんだっていいじゃないですか。いや、あの、だからそれ照らし合わせたいんですよ、僕が聞いた声と。瞬速21です。瞬速21、じゃあちょっと調べます。いや、え、瞬速21ですよね、漢字で瞬速ですよね。ないじゃないですか。なんで嘘つくんですか。ないですよ、そんな F1 映画。エロムービー見てたんじゃないですか。いや違いますよ。絶対そう、だって声聞こえたもん、エロムービー。ブレーキの音が、そういう音に聞こえたんじゃないですか。だからないですよ、瞬速21なんていう F1 映画。もうなんだっていいじゃないですか、もう切りますよ。ちょっと待ってください、部屋をお伺いしていいですか。いや、もうやめてください、それ。あ、エロムービーの声も聞こえることですし、壁越しに喋ります。いや、もう嫌ですよ、そんなの。もう引っ越そう、マジで。管理会社もどうかしてるやろ。エロムービーじゃなかったら映画のタイトル教えてもらう、ほんまのタイトル教えてほしいんですよ。いや、純粋に、いや、普通に、はい、恋愛映画見てて、多分そういうシーンに入っちゃっただけで、はい、もう。恋愛映画見てたんですか。ああ、そう、じゃあなんで嘘つくんですか、最初に。2個嘘ついてるじゃないですか。いやいや、僕ももういい大人なんで、もうそのなんか恋愛映画いくつまで見てんねんってなんか思われるのが。あ、全然恥ずかしくないですよ。いや、もういい、もう恋愛映画見るのもエロムービー見るのも恥ずかしくないですよ。もういいですって。なんていう恋愛映画ですか。いや、もうなんだっていいじゃないですか。いや、教えてくださいよ、照らし合わせたいんで、タイトル教えてください。真っ赤な純愛100。調べますね。いや、真っ赤な純愛100。ないじゃないですか。ないですよ、真っ赤な純愛100。なんでそんな嘘つくんですか。いや、もう、あ、わ、なんか近所でなんかあったんかな。あ、ほんまですね、近所でなんかあったんかも。同じ音聞いてんの嫌やわ。エロムービー見てたんですか。はい。やっぱりやん、やっぱり合ってた、よかった。もう、すみません。いや、エロムービーの声が壁から聞こえてきたんで、壁越しでも分かったんで。めっちゃ見ますやん、エロムービー。いや、あなたよく屁こきますよね。あ、こきます、はい、こきます、こきます。いや、あなたもエロムービーぐらい見るでしょ。見ます、めちゃくちゃ見ます。一緒に見ます。いや、いいですよ、そんな感じで見るもんじゃないし。なんでこっそりエロムービー見るんですか。ほんで、なんで嘘つくんですか。聞こえてるんですよ、壁越しに。いや、もうすいません、もうイヤホンで見るんで、これから。あ、全然いいですよ。やっぱりよかった、毎日見てますよね。いや、さすがにそれはないですよ。毎日聞こえましたよ。月に1回ぐらい見るぐらいですよ。え、結構毎日聞こえますよ、同じ時間に。いや、そんなルーティンみたいに寝る前に絶対見るとかしないですよ。いや、寝る前は当然聞こえますし、昼前にも聞こえたことありますよ。
いや月1回ぐらいしか見えへんからそれはないですよ。いやそんなことないですよ。1日2回見てる時ありますよね。はい、はい、見ます見ます。やっぱりや。もう電話切っていいですか。あ、はい、よかったです。これ本当ですよね。エロムービーでいいんですよね。はい、よかった、合ってた。 あなたも見てますよね毎日。僕は毎日は見ないですよ。はい、たまに見るときは丸一日見るときありますけど。なんか毎日はさすがに見ないですよ。丸一日、はい、見るときは丸一日見ます。何それ。え、月何回ぐらい見るんですか。いや月 2,3 回じゃないですかね。僕は決めてないんで。はい、トータルしたら1ヶ月どっちの方が多く見てんねやろ。こいつスケジュールには余裕がある方なんで。何してる人なんやろ。こいつより多くエロムービー見てるとか絶対嫌や。エロムービー見る量ちょっと減らそう。よかったです、本当のことが聞けて。また部屋をお伺いさせていただきますね。いや来ないでください。あ、そうですか。もう引っ越すんで。あ、残念やな。どこに。いや、どこだっていいじゃないですか。ああ、どこにって。タメ口で。わかりました、すいません、ごめんなさい急に電話しちゃって。あ、はい、一応登録しといてもらっていいですか。また何かあるかもしれないんで。あ、じゃあ隣物って入れときますわ。隣物。あ、僕ですか。はい。あ、わかりました。そうですよね、さすがまだ名前をね言い合うような中ではないですし。じゃあエロムビオって入れときます。最悪めってこと。いじってんのこいつ。じゃあありがとうございました。はい、おやすみなさい。はい、はい、もう見ないですか今日は。んー、どっちでもいいでしょ。はい、わかりました、おやすみなさい。はい、失礼します。なんやねん。